よかろう。今回の発明品は飴玉か。いかにもナウナヤングっぽい言い方をするならキャンデー。これこそ超画期的にして超素晴らしい発明で。ねえ、それはいいから、その飴を食ったらどうなるんだ。百聞は一見にしかず。これを見る。そして鳥ならばこうだ。で、卵になった。これでわかったかね。このキャンデーは舐めたものを若返らせることができるのだ。ということは大人の人間が食べたら、さよう、子供になる。どうだ、これこそまさに超超超画期的な発明だ。くれくれ、わしにもその飴くれ。やかろう、これは君のような大人のための発明だ。遠慮なく舐めたまえ。これでわしももう一度子供に。子供になってる。当然である、私の発明は完璧だ。思う存分子供生活を満喫してやるぞ。